ねじれ肛門って言われて笑いを取るとか誰あれ剣道小林さんが面白いこと言って笑いを取ってる状態で、アメトーク続けた方がいいよっていうので、蛍原さんはアメトーク続けたくなかったけど、まあ宮迫さんが続けた方がいいよって言ってし、出川さんも続けた方がいいよって言ってたって話で、ぶっちゃけ蛍原さんいなくてもアメトーク成立するなという風に僕は見えたんですよ、あの番組を見て。 一応その宮迫さん、蛍原さんの雨メがらき死体がいて始めた番組だからその片割れが司会という形の方が落ち着きがいいよねという状態で蛍原さんがいるんですけど蛍原さんじゃない人がやったとしてもこれ完全に成立するよねっていう状態ででその蛍原さんがまあその繊細で頑固な人だっていう紹介をまあされたと思うんですけど宮迫さんと関わり続けてずっと謝り続けるというのが俺はもう耐えられないだから宮 ととは関係ないいい人生を歩みたいってううののが原さんの選んん選だだ道だと思うんですよその気持ちは全然わかるんですけど、ただ、関わらない人生を歩んだとしても、まあ、家族とか、今後の人生とかもあると思うので、仕事は残しといた方が得という判断になるはずだと思うんですよ。要は、あの状態の蛍原さんを見て、蛍原さんの名前で冠番組をおーするテレビ局ありますかっていうと、 多分ないんですよ。なので、まあ、そういうのがあるから、全然俺はその自分の名前で食っていけるぜってなるんですけど、でも、今のところ多分そのアメトークという場所ぐらいしか多分その続かないと思うんですよね。若手芸人さんの場所ではあるし、で、その蛍原さんの収入の源でもあるので、アメトークは続きべきだよっていうのを他の芸人さんが言ってるのはすごく正しいと思うんですよ。ただ他の芸人さんが、そのお前の実力だと冠番組なんかもう持てねえから、マジでやめるのとか間違ってるよっていうのは多分言えないんですよ。 でも、本心多分そういう感じに見えると思うんですよね。なので、僕はそこら辺のその冷静な判断ができてない時点で、その、ホトハラさんはちょっとカウンセリングとか受けた方がいい。